Hazard 6. Chris! Glad to see you're okay. Wait, was that you who just freed us? Looks like you guys saved the day again, huh? I can see your father in you. How did you know? Hey, hold on a second. So you knew him? Yeah, I did. But I'm the one that killed him. It was you? That's right. Chris! You better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. We just following orders? Was it personal? Both. Give me Jake, please stop. Put a bullet just in your put head. Put your gun down. Drop your weapon. Don't do this. There are more important things at stake than you and me. We gotta go! Jake! I know! Guys, hey. I think this is some sort of plan. Yes. こいつもね、バイオハザード6をやりながら人生相談を乗っていこうと思います。まあ、父親をね、殺された息子としてはね、会ったことがない父親だったとしても、やっぱりね、交錯する思いっていうのはいろいろあると思うんですよね。と、言いながらですね、皆さんのお悩みに乗っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。本日の質問第1個目ですね。自分は割と明るい性格で普段から人懐っこく関わっていくのですが、その様子を見た友人がお前気持ち悪いと言ってきてショックを受けています。軽いジョークみたいなノリじゃなくガチトーンです。人懐っこい性格は直した方がいいのでしょうかということですね。結論、直さなくていいと思います。はい。むしろ友人関係を見直した方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、ありのままって言うと、まあ、レッドイットゴーって言うと大げさですけど、友人ってそういう性格のことを分かった上で、あなたと友達関係を続けて付き合っていると思うんですよね。だから、人懐っこく周りに話しかけたりとか、関わっているっていうのが目に余ると思うんであれば、もう関係性切ってしまえよっていうのを友人に対して思いますよね。あなたに対してじゃなくてですね、このご質問者さんに対してじゃなくて、で、もちろん、その行動を取ることによって、友人に迷惑がかかっていると、ね、そこかしこにかん、誰でも彼でもナンパしまくって、で、なんか隣にいたその友人に、あなたもナンパしみたいな風に思われて、迷惑こもってるです、とかだったら別かもしれないですけど、そういうことじゃないということであれば、別に性格を見直す必要はないですし、むしろそれを、その性格を制限することによって、あなた自身がストレスを被ってしまうというようなことであれば、本末転倒になりますよね。だから、性格を直したいって思うのであれば、直していくのは全然問題ないと思うんですけど、友人がね、そもそもお前の性格を直せよとかっていうような権利もないですし、あなたがその人懐っこくいろんな人とコミュニケーションを取っていくっていうことを、なんか、まあ、気持ち悪がるのは勝手にどうぞっていう話なんですけど、それに、とやかく言って何かしら強制をさせるっていうことは、もう決してできない話ですから、そういうわけだ。ね、
そんなのね、もう無視していいと思いますよ。はい。で、むしろ僕からすると、なんかその平気でですね、人に対して気持ち悪いっていう性格、まあ、お友達だから気心知れててそういうこと言っちゃうんだよねっていうのもあるかもしれないんですけど、でも気持ち悪いって言葉のチョイスありますよね。なんか、お前人懐っこすぎみたいな感じで軽く言って、なんかそれちょっとでも俺合わないわとかね、なんかもうちょっとオブラートに包む言い方とかをするんだったけど、いや、そんな人懐っこい性格気持ち悪いわなんて言われたら、それはショック受けますわなっていう感じなんで、まあ、だから、あなたがその性格で気持ちいいと思ってるんだったらもう全然直す必要もないし、まあなたが気持ちいいと感じるコミュニケーション、人懐っこい接し方っていうのは全然して問題ないと思いますよ。ね、まあでも僕もそのなんだろう、スーパーとかに行って、まあちょっとしたその魚市場みたいなところに行くと、まあ、魚はねがいろいろ売ってて、でそこで売り子って言ったら変か、まあそこで店番してるおばちゃんとかね、まあ主婦層の方なんですけど、おばちゃんにこの魚どうやって焼いたら美味しいですかとか、この魚はどう調理するのが美味しいですかみたいなことを聞くと、あの読みさんがなんかちょっと恥ずかしいからそういうの聞くのやめてとかっては言われたりとかしますけどね。うん、うまっ、俺うまっ。でもね、まあそんな、まあ例えばクラシルとか見ればいいのかなと思いますけど、でもわからんもんは聞いた方が早いですからね。まあ僕はそれを直す気はないんですけど、まあまあいいかなと思います。はい、じゃあね、いよいよラスボスのハオスちゃんが登場してくるシーンなんですが、ここうまく生き延びることができるかも自信がないんだよな、全然操作できる気がしないんでね。まあそんなことも言いつつ、はい、じゃあね、続いての質問に乗っていこうというふうに思います。次はですね、こちらですね、他人を見下している人はなんでそんな不愉快なことをするんでしょうか。あ、これはね結構はっきり出てますね。何かっていうと、他人の方が自分よりも劣ってる、能力的にとか社会的地位的にとか、まあステータス、なんかののなんだろう、その勉強とかスポーツとか仕事の成績とかっていうのが、まあ、劣っている方がとか、あるいはその私生活を見てみて不幸だなっていう状況にいないと、相手の方が自我を保つことができないんですよね。だからストレートに言うと、心が弱い人なんだっていうのは、そういうパターンが多かったりします。で、日本人は特にそれが多い傾向だと思うんですね。で、外国なんかに行くと、人の幸せを願うことで、なんかもう全然うまく操作できないの、これもうすでにここにいるもんね、やばいよね。で、まあ、外国なんかは相手が例えば成功したら、自分のことのように嬉しいよっていうのが、まあ上等句って言ったらあれですけど、まあ当たり前のように言われたりするんですよね。ところが、アメリカ、日本の場合だったら、誰かが成功すると、おめでとうって言いながらもチッて思ってることっていうのが結構多かったりするんですよ。ピアーズ助けてくれねー、はいや、マジか。突っかかったらもうこれで終わりなんか、きつー。キーボード操作なんで、全然、あ、もうこれ終わったかもしんねえよ、もうすでに。キーボード操作なんで、全然もうね、登れないんだよね。いやー、これほんと死にゲーなんだよな。一個のミスでもう、挽回することができないくらいきついレベルの。だってさっきより手登ってきてるの早いよね、これ完全にね。うわー。で、こういうのを喜ぶような人たちですか。他人を見下す人っていうのは。で、むしろ、アメリカ人とかだったら、いやー、ファニーって言ってね、面白いシーンをこうやってくれてよく嬉しいぜみたいな感じで、でも次は必ず成功してくれよっていう風に切り返してくれるんですけど、日本の場合だったら、今みたいな失敗をしたら、何回も繰り返して、しめ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 って思っちゃうっていうような、そんな感じなんですよね。だから、自分が幸せになろうって思うよりも、相手が不幸であることがなんか自分の幸せであるっていうような錯覚を受けちゃうっていう感じなんですよね。そこがね、まあちょっと苦しいというかしんどいところなのかなと思ったりするんですけど、これうまくいってくるんじゃないですかね。あれ、ちょっと待って、これやばくないか、やばくない、大丈夫、いけるよね、よしよし。すごいくねくねしてるけど、いけるよね、これ。え、やばい、やばい。ああ、いった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 。オッケーオッケー。
ここまでクリア大丈夫でしょう。あ、やばいやばい、引っかかってる。引っかかってるよ。やばいよ、これ。あ、なんでいいよ、その。ちょっと待って。やばい。あ、やっぱりなんか嫌な予感したよねー。辛い。なんでいい押してたんだ、俺。なんでまっすぐ走ってくんないで、あんな壁に向かって突っ走って、あ、今回うまくいった。うん。まあ、そんなところだね。まあ、そんなところです。だから結局、人と比べた幸せしか感じられないようなタイプの人っていうのが、他人を見下して、自分は奴よりマシだから幸せなんだっていうことを勝手に思い込みたいっていうような、まあそういう残念な人たちだというふうに思ってもらえたらなと思います。ただ、その残念な人たちだって思って、じゃあそういう見下さない自分の方が幸せだって思う。これも間違いなんで、だから、いいのはそういう見下してくる人たちっていうのは、もう心がもう、不幸な人たちなんで、そういう人たちはもう無視してあなただけの幸せっていうのを追い求めてもらうっていうのがいいんではないかなというふうに思います。まあ、ただ一方で思うのが、人を見下す人を見て、あいつは人を見下してるみたいなことを言ってくる人が、実はその相手に対して見下しているっていうことが、十分めちゃくちゃ蛇行運転だな、うん、っていうことが考えられますので、まあ、だからもしあなたがそういうタイプだったら、それはそれでまたまずいかなと思うので、気をつけられた方がいいかなというふうには思いますね、うん、だから見下してるなと思ってる相手のことを見下しているっていうことがあるかもしれないんで、僕も中学くらいの頃とかは、なんかよくね、人を見下してるみたいなことを、なんか友達とかね、部活の、まあ、仲間とか、まあ、部活仲間というよりはどっちかって、僕バスケ部だったんですけど、ジョバスの子に言われたりとかしたんですけど、なんかそれを言ってるお前の方がなんか俺のこと見下してんじゃないのって言ったら、なんか黙ったみたいなことはあったりしたんですけどね。うん、で、自分がもしかしたらそうなのかもしれないとかね、なんかそういうのがあったのかもしれないですけど、うん、と思いますよ。だからそこら辺はね、注意しないと危ないと思いますんで、気をつけていただけたらなというふうには思います。はい。じゃあ、今まずい状況なんですけど、多分、めっちゃスペース押さなあかんよ。とりあえず、こいつとのね、第一戦を交えることになるんですけど、第一戦勝ったところまでで一旦終了としていきたいと思います。急げ。OK。じゃあ、ここ扉閉まりますね。はい。じゃあ、続いての質問を読んでいきましょう。続きはですね、高校までは皆勤賞くらいのペースで学校に通っていたのですが、大学生になった今、ちょっとしんどいと思ったら休むっていうのが当たり前になってしまいました。読み切るかな。親から学費も出してもらっているので、行かなきゃいけないという気持ちもあるのですが、ついサボってしまいます。学校に通い続けるようになるための方法はありますかっていうことですね。やばい、急げ。逃げなく。はい。で、これに関しては、人間って習慣の生き物なんですよね。だから、高校までっていうのは、もう学校のスタートから終わりまでっていう時間は、まあ、ほぼほぼ毎日変わらなかったと思うんですよ。小学校、中学校、高校、まあ、幼稚園とかね、保育園とかも含めてになると思うんですけど、例えば、1時間目が8時半とか9時とかにスタートするんで、だいたいまあ、で、終わりが、まあ、だいたい4時くらいに終わって帰宅するっていう、まあ、そういうルーティンを繰り返されてたと思うんですけど、まあ、まあ、で、部活やってる人とかだったら、朝7時に学校に行って、夜は、夜の7時まで、練習して終わるみたいなね。まあ、そんな毎日を繰り返してっていうのがあったと思うんですけど、うん、で、まあ、そっから中学生とかだったら、高校生とかだったら、まあ、塾に行って、夜9時まで勉強とか、10時まで勉強で、12時に寝て、また朝6時とか7時に起きるみたいな、そんな毎日をね、繰り返してたと思うんですよね。だから、何時に起きて、何時に学校行って、で、何時に学校終わって、でそこから家帰ってご飯食べてお風呂入ってとか勉強してとかっていうルーティンっていうのが出来上がってたんで、まあ、毎日同じことを繰り返して、毎日同じ作業とか、まあ、時間を過ごすことができてたっていうのがあると思うんですね。ところが大学って、履修次第で、その学校のスタート時間とか終わる時間っていうのが毎日バラバラになってくるじゃないですか。で、それに合わせて、
バイト入れたりとか、あの友達と遊んだりとかっていうのもあるんで、毎日がなんかちょっと違う日常を過ごすことになると思うんですよ。だそうなると、あの学校に行く時間も帰ってくる時間もバラバラなんで、習慣がぐちゃぐちゃに乱されてしまって、でなんとなく体にとってあの心地いいなっていうタイミングで動くようになっちゃうんで、朝早く起きるとか、なんかあのめんどくさくなってきちゃうんですよね。だから次の履修、だからまあまあ、解決策の一つですよ。一つとしては、まあ、次の4月にまた新しく履修を取る時期だと思うんですけど、まあ、次の春ですよね。だから1限目なのか、まあ、2限目なのか、まあ、そこは自由にしてもらったらいいと思うんですけど、朝スタートする時間のを固定しちゃうっていうのが、スタートするのがいいんじゃないかなと思いますね。それからまあ9時スタートとか10時40分スタートとかっていう風にも固定をしてしまった方がいいと思います。ただまあちょっと難しいのが、単位を取るにあたって必要な授業とか興味のある授業がその固定した時間で組めるかどうかっていうのがあるんで、そうじゃないとなれば、まあ、例えばですけど朝一食堂に行くとか図書館に通うとかっていう風に決めて、同じ時間に行動するスケジュールっていうのを組み込んでいかれるっていうのが、まあ、おすすめかなという風には思いますね。っていうところじゃないかな。それがあのできるようになれば、まあ、学校に行くっていうのも自然と習慣づいていくというところですね。まあ、終わりの時間はでも学校に行ってしまえばもう勝ちなんで、終わりの時間は何時でもいいかなと思うんですけど、まあ、家に帰る時間帳尻合わせで、学校がある日、バイトに行く日、友達と遊ぶ日みたいな風に切り分けていったらいいのかなと思うんですけど、まあ、そのところじゃないですかね。とにかくスタートする時間っていうのを揃えていく、これを重視して、取り組んでみていただけたらという風に思います。ということでね、本日の動画以上とさせていただきます。次回はおそらくラストパートクリス編になると思いますので、またお楽しみください。ということでお疲れ様でした。バイバイ。